ライアン・アダムスはアメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の男性シンガーソングライター。ソロになる前はウイスキータウンというバンドのフロントマンであった。2000年にウイスキータウンを脱退、ソロアルバム、ハートブレイカーをリリース。2005年、カーディナルズをバックバンドにコールドローゼーズ、ジャクソンビルシティナイツの2枚のアルバムをリリース。同じくソロアルバムとして、 29もリリース。2005年、フジロックフェスティバルで、初来日。フィールド・オブ・ヘブンの二日目取りとしての出演だったが、振りやまない豪雨や照明への苛立ちなどから、2時間、予定されていたライブの後半1時間は、ギターでノイズを奏でるなど、賛否両論となった。2009年、マンディ・ムーアと結婚。2015年1月。 約6年間の結婚生活に終止符を打ち、離婚を発表した。2017年、同年3月に発売された2000年代前半の NY ロックシーンに関わった重要人物たちの証言をもとに書かれた音楽、ジャーナリストによる書籍、m e e t m Me ン・ i n t h e b a t h r o o m の中に、ザ・ストロークスが当時友人だったライアン・アダムスの悪影響を懸念し、 彼をバンドに近づかせないようにミーティングを行ったと記してある。特にフロントマンのジュリアン・カサブランカスはライアンの存在がアルバート・ハーモンド・ジュニアのドラッグ中毒に拍車をかけていたと感じていたようだ。そしてこの本を読んだ思われるライアンが7月31日に突如として自身のツイッターにザ・ストロクスのメンバーを批判する投稿を行った。 まずは、ジュリアンを標的にし、彼の体型に関して、ジュリアン・カサブランカス、君を、ラザニア中毒にしたのは一体誰だとツイートし、アルバートに関しては、アバート・ハモンドは、父親よりひどいソングライターだ。もしそんなことが可能であればの話だけどと名前を、ミススペルし、リアム・ギャラガーの投稿を真似て、アズ・ユー・ワン・ア・エックスと締めくくっている。なお、 ツイートは現在すべて削除されている。2019年もとつま、マンディムーアほか、女性ら複数人により性的被害を受けたと声明が出され、発売予定のアルバム、ビッグカラーズが発売延期。先行配信されていた、ファックザレインも視聴不可に。なお、アルバムの発売日は未定。名前が一文字違いのタメブライアン・アダムスと間違えられる。なお、 誕生日が同一である。2002年10月、米国、ナッシュビルで行われたコンサート中、ブライアン・アダムスのサマー・オブ・69をリクエストした客を追い出した。しかし2015年4月28日、ナッシュビルのザ・ライマン公演にて、サマー・オブ・69を披露した。なお、2014年10月のサンタ・バーバラ公演でも、ブライアン・アダムス、ラン・ツー・ユーを演奏している。 ありがとうございます。